アメリカのトランプ前大統領が銃撃された事件をめぐりアメリカの捜査当局はトーマス・クルックス容疑者による単独の犯行とみて捜査を本格化させました AP 通信によりますと射殺されたクルックス容疑者の車と自宅から爆発物の材料が見つかり FBI は単独犯とみて捜査を進めているということですアアメメリカメディアは、 ククルックス容疑者は介護施設で働き高校時代は理数系科目の成績優秀者として表彰される一方いじめられていたとの証言もあると伝えています一方トランプ前大統領は14日共和党の全国大会に出席するため中西部ウィスコンシン州ミルウォーキーに到着しました旅客機から降り立ったトランプ氏は元気さをアピールするかのように何度も拳を突き上げました